はい、どうもこんにちは、沖縄の鈴木です。さあ、今日もやっていきましょう。ポケットモンスターソードシールド、いよいよ今日が多分、ストーリーの最後、ラストになるかと思います。で、これが終われば、あれだあれ、やり込み要素とかね、ポケモン集めとか、ポケモン図鑑の完成とか、またいろんな人とのバトルとか、やっと今までできなかった部分に挑戦していけるかと思うんで、頑張ろう。というわけで、今日も一日よろしくお願いします。いよいよチャンピオンマッチです。そうですね、準備が整いましたらコートにお迎えください。大丈夫だよ、行く、大丈夫だよ、はい、大丈夫です、行くよ。ただまあこの構成で勝てるかどうか、とにかくまあチャンピオンとのバトル頑張ろう、頑張るわ。さあ行くよ、来た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 、いた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 、チャンピオン、チャンピオンマントが相変わらず変だね。あとマントもそうだけどさ、帽子、うん、どちらも最高じゃないか。うん、いいかい、彼ら観客はどちらかが負けることを願う残酷な人々、うん、そんな怖さを跳ねのけ、ポケモントレーナーとしての全てを、チームの全てを出し切って勝利をもぎ取るのが俺は好きで好きでたまらない。俺の最高のパートナーたちもボールの中でうずうずしている。さあ、チャンピオンタイムだ。よし、行こう、行こう。ガラルチコチャンピオンのダンデとパートナーリザードンたち、それリザードンいたんだよ、たちがこれまでに得た経験知識で君たちの全てを打ち砕くぜ。よし、行こう。バーン。行くよ。さあ、ちょっと待って。はい。おい、モニターを見ろ。なんだあれ。はい。ハロー、ダンデ君に高松君。何？ガラルの未来を守るため、ブラックナイトを始めちゃうよって。ブラックナイトなんだこれ。ただブラックナイトのエネルギーが溢れ出して危ない。あ、そんなことやるのかよ。何が始まるの？え？終わりじゃないの？まだ続く。あ、そういえば、確かにブラック、確かにそのあたり全然やってなかったっけ。え？嘘、終わりじゃないのこれ。え？今のってナックルシティのスタジアムだよな。え？さっぱりわからない。千年先の問題を解決するために動いたのか。とにかく俺がチャンピオンの俺が行く。リーグ委員長の意図をきちんと理解しなかった俺に責任がある。だから俺が責任を取る。俺に任せるんだ。俺うるさいよ。今からチャンピオンタイムだぞ。え、バトル、え、終わりじゃないの本当に。え、俺兄貴の力になってできるよ。うん、人柱、違う、うん、どこで聞いたかって、言うのぞ、どっちも、お、うん、どこだってまどろみの森だよな。ほう、そっち行くの。え、最後のバトルはどうなったんですか。シュートスタジアムのコートに向かいましょう。あれ？帰ってきた。このバトルは？うん。あ、久しぶり。うん。まあね。待って、おばさん、今、ブラックナイトって言いました。ブラックナイトって何？ブラックナイトは大昔、ガラル地方を滅ぼしかけた黒い渦の名前。うん、どっちも一緒だよ。うん、そういうことっす。元気の塊。おおお。
行こう。え、なんか話が急展開してしまって、ちょっと、え、まだ終わりじゃない。今週中に終わるって言ったやつはどうしよう。そうか、今からの出来事も伝説の1ページに追加。君らな。あ、これか。え、なんか今一瞬音が途切れたような。ちょっとレベル3だしレベル3だし、せーのと。レベル3だしどうでもいいよ。それでどっち行ったっけ。なんかいるけど君らもいいです。確かこの先ぐらいでだったよな。ここだよな。ここ結構先まであるんだ。この辺りだっけ。あー、霧が出てきた。あれ、そうでもない。お、びっくり。あ、これ持ってない、持ってない持ってないんだよこいつ。どうだろう。とりあえず爆裂パンチ今一つ。今一つだから。え、おい、捕まえたかった、捕まえたかったのに。なんで自爆って。あ、まあいっぱいいるわ。じゃあまたいつか捕まえに来るってことでいいですか。ちょここになんか落ちる。なんか、うわ、道が複雑だけど、ここは、あ、何、釣りするつもりなかった。ぼーっとしながら押しちゃった。いいよ。行き止まり。お、びっくりした。おっと、やめて。まったく。行くっす。もうどうしよう。今一つの爆裂パンチ。よいしょ。これで、あ、弱すぎた。また自爆かい。やだな。で、怪力がもうだいぶ、急所に当たっちゃったよ。こっち？こっちか。どっち？こっち？そっち？なんか、こっちは？あ、ホップ。チェス。はあ、すごいよ。っていうか、今日で終わる話はどこ？あ、また霧出てきてる。あ、来た。ウロード。っていうか、ここ道ちゃんとなってるけど、誰がやったんだろう。かっこいい。剣と盾？盾？盾？
さすがですね。愛しのガラルが無敵のチャンピオンが選んだチームチャレンジャー。そうだな、こいつもなんだかんだ言ってガララ地方を好きなんだよな。お姫様って誰だよ。君ですか、あなたですか。どうやって終わらせる気だ。ボロボロ。え？リフトってどこにあるんだよ。リフトってどこにあるの？こっち？もちろん。これか。リフトってどこよ、リフトって。これじゃないの、リフト。ああ、え、お、うん、よくわかんない。なんで出てきちゃった。これはこれでまたなんかかっこいい、すげえポケモンだ。見てろよって。あ、ゲットされた？っていうかこのボールでゲットできる。ゲットできなかったか。どうしよう。無限ダイナが現れた。カイリキーでいけるかな。無限ダイナレベル60。カイリキーちょっともういけるとこまでいくか。ビルドアップ。ダメだ。ダメだ、一発で。ダメでした。ドラパルト。はい、ドラゴンアロー。もう一丁。あ、はい、効果抜群だ。ボール投げで捕まえることができたとかそういったやつだったらどうしよう。どうすんの？どうすればいいの？無限ダイナ、無限ダイナが現れる。いや、帰り、さっきやられたやん。一緒にやろう。カイリキ回復してるし、クロスチョップいきます。技が出せないぞ。え、どうすんの。え、
ええどうなってんだ一体。どうすればいいんだ。謎の力で技を出すこと。あ、そういうことか。わかった。どうなるの。どうなるんだ一体。なになに。全然違うぜ。かっこいい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 。ザシアンの不当の剣。ザシアンの剣。靴の丈って帰りきもう一回クロスチョップで無限ダイナえどうすればいいんだこいつらの操作はできないのかなうんがんばろうおーおお、すげえ。おいおい、一発で。え？やられちゃうんじゃない？だからといって。効果今一つじゃん。どうしよう。だったらもうこっちはもうドラパルト交代。かっこいい。かっこいい。攻撃するんだ。おお。立てたから守るだけかと思ったら。けれど結構ダメージ食らってるな。バイオールやばいんじゃない？やばいよ、大丈夫か？行くぞ。俺も頑張るよ。で、こんだけかダメージ。もう一丁。よし。やべえ、かっこいい。マジでかっこいい。もう本当大丈夫？ねえ、盾役の人が攻撃に行っちゃうと大丈夫かなって心配になっちゃった。
それ半分ぐらい減ってるし。いや、バイオルはもっと大丈夫か。本当大丈夫じゃない。大丈夫、大丈夫、本当に。もう一回。あと少し。これで倒せるんじゃない。はい、倒した。あれ、あ、ゲットは、あ、オッケーオッケー、掴めることできるんだ。ハイパーボール使ってみるか。せーの、いけ。頼むよ。ゲット、ゲット。よし、無限大なゲットだぜ。ゲットしたよ。おーおーおおで、これで終わり。なんかエンディングっぽい。え、チャンピオンとのバトルは、え、終わった？はい。3日後。はい、終わったの？あ、まだ終わってない。ローズに一応実習したんだ。たまげたね。まあ、するんだ。はい、まあね、楽しみだな。じゃあ行ってくるっすよ。話してみよう。ああ、前と同じ話だ。ウェルカム。はい、今度こそ決勝っす。行くよ。あれ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 、ちょっと今どこにいるの俺。シュートシティだよな。前、このまま行こう。では行きます。あれ、また違うところに。何って、シュートシティの間違えた。なんでこんなとこ行っちゃうんだ。こっちだよ、こっちだよ。ここ行きたいんだよ、ここ。シュートシティの、では、あ、けど体力大丈夫かな、みんな。
よし。うん、行くよ。これで多分終わる。終わるよ、これで終わる。これで終わる。はい、行きます。これで終わりだ。最後のバトルだ。今度こそ最後だよね。そっか。うん、了解。チャンピオンタイムを楽しもう。やった、終わりだ。最後のバトルだ。お。はい、もうなんか曲からしてなんかすごい。うん、あ、そっか。ドイツだっけ。ちょっとまだ育成しきれてないから不安いっぱい。今一つか。ダメだ。よし。11。サーナイトやられたのがちょっと悔しいけど、そのままオノノクス。いまいちか。はい、そのままドラパルト使ってた。シャドウボールか。
行け、じゃれつく。え、シャドウクロウ、削れるかな。あ、今一つか。交代。だからドラパルトの方がいいか。ドラパルトは最後のために残しておきたかったけれども、はい後ろの顔に一瞬びっくりした、何かと思って、こう今はドラパルトでも最後まで落ちるから、インテレオンもうそのまま、これはあれだよな、あれだよな、メストンだ、よし。あと1体。え？あと1体じゃなかったの？バリコール。あと2体だ。この一発でやれなかったのはちょっと、あ、けどひるんで技が出せない、OK、 え、マジか、ここで回復しちゃう、部長これで本当に最後の一体、いいえ、やっぱりリザードンできたし、でここはもう間違いなくこれだよ、行くっすよ、行くっすよ、行け。さあどのぐらいダメージ与えることができるか、やっぱり巨大マックス来たな、どっちの攻撃が先に当たるか、こっちだ、 OK、 向こうの攻撃をしのげるか、よし、多分勝った、
行きます、大ドラグーン。え？こっちが先かと思っ行け、大ドラグーン。多分これで OK、 リザーブン倒したら、いや興奮したわ。ちょっと叶わなかったらどうしようと思ったんだけど、いけたいけたよ。こんな時砂嵐なんてやめてくれ。もうちょい今飛んでる様子が、この様子がもうちょっと、うん、チャンピオンに勝っても賞金あれだけな、少ない少ない。さあこれで今度こそ終わるかな。お、みんないる、ありがとう。無敵のチャンピオンを倒した、君が新しいチャンピオンだ、やったやべえ嬉しい、うん、ウルトラサーモン、ウルトラムーンの時は何ヶ月かかったよ、ここまで来るのに本当に。でそれがね、はい、2週間3週間いけた。一応目標としていた、もう12月の頭の1週目でクリアするっていうのを、まあ一応達成できたな。うん、でこれからようやく、ね、本番、図鑑完成とかポケモン集めとかポケモン育成とか、そしていろんな方たちとのバトル、ようやく挑戦していくことができるっす。いや嬉しいわ。で今までできなかったから、うん、うん、楽しみにしようぜ。うん、いや、やばいな、なんか本当に嬉しいというか、なんというか、うん、はあ、短かった、そして長かった、うん、これからやっと本番、うん、本当にこうね、ソードシールド、まあ、今回のポケモン、もう思いっきり遊び尽くすことを目的としてるんで、うん、これからも本当できる限りね、もう毎日でもねポケモン動画上げていくことができるように頑張っていこうかと思ってますので、ね、ちょっとこれからは、バトルとかポケモン集めとか、そしてこの後まだね出てくるであろうやり込み要素、そして、まだ新しい別のストーリーあるのかな、うん、ウルトラサウンドラムーンの時みたいに、なんだっけ、うん、ストーリーにはいなかったポケモン集めのための別のシナリオとかね、うん、そのあたりもね楽しんでいければなと思ってるんで、まあとりあえず図鑑目からかな、うん、うん、多分ワイルドエリアにこもってさもうポケモン集めまくって、うん、で視聴者のみんなと戦って、うん、楽しみだな、うん、本当楽しみだ。いや本当終わったよ、うん、ね、本当に、うん、ここまでね、本当に、ありがとうございました。やっとポケットモンスターソードシールドストーリーを終わらせることが、うん、できたっす。本当にみんなのおかげだわ、嬉しい。目標としてた12月の第1週目でっていうのも達成できたし、うん、ちょっと
とばかし感動してるというか、なんというか。ありがとうございました。Thank you, everyone. 何？まあ、とにかくですね、終わりました。ここまで長い間、本当にありがとうございます。これからいよいよポケットモンスターソーシールドで本番に入ります。集めていないポケモンを集めたり、そしてみんなとバトルしたり、ポケモンの育成やって、そんな感じでスタートしていこうと思いますので、お楽しみに。というわけで、まあ、今回はこの辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。